日和山から見た、日和大橋日和大橋は、宮城県石巻市にある橋で、旧北上川の河口に架かる。宮城県道240号石巻小永川線を、通し石巻工業港があるひばりの型面と、石巻新漁港がある、魚町方面を結んでいる。橋梁町は716.6メートルであり、これは、宮城県内の道路橋としては、 月の木大橋に次いで2番目に長いものである。また、水面から橋桁までの高さは約18メートルである。片側1車線で車両の制限速度は時速50キロメートル。橋の片側に歩道がある。NHK が日和山に設置したお天気カメラによって日和大橋越しの太平洋がテレビに映し出されることがある。 旧北上川の川口付近に架か,かる川口橋であり、全長116.6メートルとなっている。石巻工業港と石巻漁港を結んでおり、市内で4番目にできた橋となる。昭和40年代の石巻では、石巻工業港の開港の影響もあって、市内の道路交通量が増加していた。石巻の市街地は、 旧北上川によって東西に分断されていて、当時この東西を結んでいた橋の数は二つだった。そのうちの一つ内海橋では一方通行の規制が行われており、市街地の交通渋滞に拍車をかけていた。この問題の解決のために、旧北上川の河口に三つ目の橋を架ける構想が持ち上がり、1973年に、 石巻川口橋建設促進規制同盟会が結成され、国や県に働きかけを行った。市街地中心部からやや離れた川口橋経由の交通ルートを実現することで、市街地中心部の交通量の減少を狙ったのである。1974年に宮城県は、この川口橋を含む街路、山戸流止め線を都市計画決定した。 当時、石巻市長だった、青木和夫は、川口橋の早期の実現のために、有料道路方式を提案し、1976年に、川口橋部分が、道路整備特別措置法に基づく、有料道路として、事業認可された。川口橋は日和大橋と名付けられ、これを含む、日和大橋有料道路が、1979年7月20日に、共用を開始した。 事業費は約33億円だった。当時は宮城県道路公社がこれを管理していた。2000年8月1日、日和大橋有料道路は無料開放された。現在は宮城県東部土木事務所がこの橋を管理している。牧山道路と日和大橋が有料だった時代は、 課金を避けた車による旧来の国道398号線、港地区の朝お及び休日夕方の渋滞が続いていたが、両者無料化となった現在、交通は分散され、港地区の渋滞も解消し、ここに、本来の、両道路の建設目的は達成されることとなった。国道45号や三陸沿岸道路、石巻港インターチェンジから、 石巻市街中心部を避けて、国道398号女川、小松方面、並びに、同国道を経由して、宮城県道2号石巻あゆかわ線、あゆかわ浜へ抜けられるため、利用する車は多い。東中瀬橋、西中瀬橋から日寄大橋石巻湾。ありがとうございます。